る女優の永井由里子は、龍英二郎との娘。俳優の長谷部健は、中野英二との息子。1915年、呉市立高等女学校3年生の時、吉浦町内の演劇場に来た旅芸人の後を、追い出本。後、女学校を中退。1917年浅草で、鈴木康史が旗揚げした。 東京少女歌劇団に一条久子らと参加。その後国際活営に入社し、主演女優として働く。1927年の映画時代誌で、私の映画女優としての振り出しは、国際活営の撮影所で、今考えると、冷や汗物の,のいくつかの映画というより、新破劇を作りましたが、大抵その時の相手は、ただし国広さんでしたと述べている。 1920年10月、幼いルが、松竹キネマ研究所を設立した際に招かれて参加。幼いは、日本で、最初の本格的女優の育成を開始したが、その第一作として制作した、路上の霊魂に、別荘の霊条約で主演した。本作により A は、初めて巡映画劇の洗礼を受けた。A は、メアリー・ピックフォードに代表される。 当時のハリウッド女優の視覚的模倣を意識的に行った。その演技は当時、バタクサイとも揶揄されたが、それは、A の演技がアメリカ女優のように表情豊かなもので、日本の映画俳優の演技がここに至って、ようやく伝統から脱し、型の演技から自然な表情の演技へと変遷していると言われる。その後、小竹蒲田撮影所へ入社し、1922年、 チリにしはに主演。当時は流行の最先端を行く、モダンガールの一人で、霊場役や洋服役を得意とした。また、幼いカオルとその子分の会の一員として、銀座に、カフェリッツに、松屋デパートに、帝劇や、歌舞伎座の廊下に、どこに現れても、社交的で、明るく、ザックバランな女優として、誰からも好感を持って迎えられた。銀ブラの女王、ユリッ 女子、ゆりめんなどいろいろな愛称で呼ばれ、か田の人気女優の一人だった。1927年に、同郷でもある4歳年下の日活スター中野、英二と結婚。1928年には男児を設けた。1927年、バ妻立花、ユニバーサル連合映画に招かれ、聖画、美しき記述誌に主演。 中野の母親役で発狂を力現した1929年の、怪人は、キネマ旬報ベスト1 0にとなり、代表作とした。同年、中野栄治と離婚。若い時から小持ちであることを平気で口にするので、初対面の里見トンは、びっくりしたという。中野と、ジョーリエコが共演した、若き地にもゆる者の撮影が始まって間もないある日。 撮影所の表門の囚人監視の中で、いきなり素を、洋傘で散々にぶちのめすという事件を引き起こしたことで、それまで非常に良かった書内での評判が一気に下がり、1931年に帝国キネマを退社。その後日活など各社を転々として1933年、PCL に入社。 1934年の妻よ、バラのようにの子持ちの目掛け役もキネマ旬報ベスト101位に選ばれこれも代表作とした。サイレント映画前世紀においてはすでにヒロインになる、スターとしては年齢的に無理であったため達者な脇役として戦後まで活躍した。1937年の母の曲が最後の主演作で、以降は脇役に回り、 母の曲から1943年の決戦の大空へ絵まで女優第二世代とも言うべき原節子の母役をしばしば務めた。日本最初の母物女優、不契役女優とも言われ、戦後は母役や不契役で各社の映画に出演した。母物映画で著名なミマスア愛子は絵をロールモデルにしたという見方もある。若い女優たちから、 A のママとして慕われた。1970年2月7日、世田谷区絹田の自宅で、尿毒症により死去。俗社長学 ABC が遺作となった。故郷である、呉市、吉浦町には、生涯に3回しか帰郷していないと言われる。ありがとうございます。